いちごをどう食べる？いちごをワンパック買ってきて、洗ってヘタを取って、一個また一個パクリパクリと食べたところで、そういえばと思った。そういえば昔は一個一個潰して食べていたっけ。そこがギザギザになっているいちご専用のスプーンでぎゅっと押しつぶして食べていたっけ。昔といってもついこの間の昔、ほんのちょっと前の昔。縁の高いガラスの食器にまず牛乳を入れる。砂糖を入れる。そこへ洗ってヘタを取ったいちごをドサドサ入れる。レイのスプーンの根元のところに人差し指を当てて、一個一個潰し始める。いちごはすぐには潰れてくれないので、人差し指に力を込めて慎重に押していくと、ある時点で急にグニッと潰れる。慎重にというのは、ギザギザつきであっても、時にはスプーンが滑って、いちごと牛乳が容器から飛び出すのを防ぐためである。そうやって、2個3個と潰していくのだが、心はやたけにはやる。早く食べたいとはやる。5個潰したあたりで、とりあえずここで一区切りつけて、一回食べようじゃないのと思い、いやいや、もう3個潰してからと思い、いやいや、今すぐ一区切りつけてと思い、結局今すぐ食べることになる。潰されてぐじゃぐじゃになったいちごが、砂糖入りの甘い牛乳にぐしょぐしょにまみれているのをスプーンですくい上げると、ぐじゃぐじゃのいちごがスプーンから垂れ下がり、牛乳がボタボタ垂れるのを構わずにズルズルとすすり込み、飲み込んだところで大抵の人はボタボタの顎を拭おうともせず、前方の一点をじっと見つめ、一呼吸置き、この時思っていることは天下の美味。ぐじゃぐじゃ、ぐしょぐしょ、ずるずる、ボタボタの美味。そういえば、そういえば、いつ頃から僕はこのボタボタ食いをしなくなったのだろう。今は何の迷いもなく、丸ごと一個をそのままパクリと食べる。潰して食べるなんてことは頭の隅にもない。多分、いちごが甘くなったせいで、そのまま食べても十分美味しいからだと思う。ボタボタ食いから丸ごと食いにあまりに自然に移行していったので、その境目が思い出せない。そして思うことは、今の丸ごと食いという食べ方がいかに単純な食べ方であるかということ。ボタボタ食いが丸ごと食いに比べていかに楽しさにあふれていたかということ。ボタボタ食いは食べる前の下ごしらえの時から楽しさがスタートしている。潰し方にもいろいろあって、徹底的に原型をとどめぬまでにぐちゃぐちゃに潰す人。いちごの真ん中のところだけぎゅっと押して、両サイドの丸みを残す人。ワンパックの半分は徹底的に潰して、牛乳にいちごの味が出る汁用とし、残りの半分は軽く潰して、具用とする人。今日はどの潰し方でいくか、なんて、食べる前の下ごしらえからすでに楽しかった。いちごを専用のスプーンで潰すのも楽しくてスリルがあった。牛乳の中のいちごをスプーンで押していくときの緊張。最初はグラグラして狙いが定まらず、よろっとするとドキッとし、さらになだめながら押していって、むにっと潰れた時の胸なで下ろす思い。真剣という意味から言って、あの真剣度はかなり高い。心の底から真剣に取り組む事態はそう多くはないが、いちごをスプーンで押していく時のあの真剣度は、人生の中でもベスト10に入るぐらい高いのではあるまいか。これは余談なのだが、なぜこうまで真剣に慎重にいちごを押していくかというと、スプーンが滑っていちごと牛乳が飛び出して辺り一面牛乳浸しになるのを恐れるからですよね。この事態を防ぐには、いちごを潰してから
後から牛乳を入れればいい。こんな簡単なことで牛乳浸しの悲劇を避けることができるのだ。この事実を僕が知ったのは、今回この記事を書くためにいちごと牛乳を買ってきて実際に潰す作業をしている時に肌と気づいたのだった。ということは、これまでの何十年間、牛乳飛び出しの悲劇に怯えながら暮らしていたということになる。なんという愚鈍、なんという間抜け。その時もう一つ気づいたことがある。いちごを全部潰し終えていざ食べる段になりますね。その時、いちご専用のギザギザ付きスプーンですくって食べてはならないということです。いちご専用のスプーンではなく、大きなスプーンに持ち替えて食べる。専用スプーンですくえる牛乳の量はあまりにわずかだ。ぐじゃぐじゃいちごと一緒にすすり込む牛乳はたっぷりでなければならぬ。たっぷりでこそぐじゃぐじゃいちごはおいしい。ぐじゃぐじゃ牛乳いちごには歓喜のフィナーレが用意してある。いちごを全部食べ終えた時、容器の底に残っているいちごと牛乳と砂糖の味の入り混じったピンクの色の甘い液体、これです。僕が待ち望んでいたものは、これを一気にぐぐーっと飲み込んだ時の歓喜随喜、この美味しさは何に例えよう。